いろんなその、大手の SI と企業によっては連携して、前の会社の時やるんやけど、確かにあなたの会社は、その担当がパソコンも売るし、インフラも売るし、そうですね。そこで KDDI も担ぐし、NTT も担ぐし、もやるし、もう何もかも全部やってたな。そうですね。その一人で何でもやるって感じですね。ああ、扱うものがすごい、領域が広いね。そうですね。まあ、なんだかんだやっぱ結構大きい会社ではあるんで、まあ、その要望に対する答えとしてはたくさんあるはあるんですけど、あるよまあ、な。それ回答が1点のものか、多分100点のものかで、まあ、多分たくさんあるんですけど。その普通大きい会社でその要望で応えるものがいっぱいあると事業部分かれていって担当が増えていくねんけどね。そうですよね。そこをこう営業の窓口は一つ一人で全部一気通貫でやってるっていうのは割となんか特殊かもしれなああ、なるほど。いね。めちゃめちゃ忙しそうやもんね。当時ね。そうですね。当時関わってるもう他のね、もうその何社か、もう超大手みたいなところ、誰でも名前知ってるところ何社か並べたら、圧倒的にお宅の営業は忙しそうやん。そうなんですよ。めちゃくちゃ忙しそうなのと、すげえ金にうるさかああ、った。確かに。すげえ数字、実績のことをめっちゃ言ってくるっていう。飽きんど、飽きんど。まあ本当、なんか昔ながらっていうか、あ、なんか、本当に良くも悪くも、こう、昔ながらの会社だなっていう感じはありますよね。そうやね。まあ、俺なんかは、まあ、やりにくさもあったけど、まあ、あり方としてそう好感も持つけどね。もうとにかく、実績を少しでも上げようみたいな圧がすごい。他のメーカーさん別になんかもっとおっとりしてんねんけど、本社はすごい圧がすごいなっていつも、もう電そう話ですね。めちゃかけてくるし、すごい、なんか、プロフェッショナルやなっていうね、ある意味。まあ確かに、もうなんか今田辺さんがおっしゃった通りというか、まあすごい本質を今のお話が捉えてるなっていうような感じでしたね。こんな感じよね。まあガンガン行こうぜっていうような。ガンガン行くね、ガンガン行くよね。まあ、そんなになんていうんですかね。もうなんか、ザ・体育会みたいなガンガン行こうぜというよりは、なんか、ガンガン行くためにいろいろこう、準備をして、そうやうまな。くいけるだろうみたいな。まあ、なんか、悪く言うとスマートではないんですけど、まあ、よく言うと愚直にやっていくっていうスタイルですね。そうそう、本当に。だから、ただ大会で勢いだけでガンガン来るわけじゃなくて、ちゃんと勉強してるし、細かいとこ、ちゃんとよく分かってるし、まあ、自分の会社のことを悪く言うわけじゃないけど、やっぱり第一種通信事業者、電話会社、インフラの会社って、SE も、いわゆる SIR の SE とインフラの方の電話会社の SE って、だいぶ違うの、なんちゃってなんですよね。営業も、だからなんちゃって SE よりもものがわからない営業やから、営業なんかもあんまり分かってない。SIR の営業って、うちの SE ぐらい結構細かいことまで言うてくるやん、みたいな。勉強してるな、よう知ってるな、っていうのはめっちゃ感じるよね。勉強してやってたんやね。僕はまあまあ勉強してたんですけど、全然なんかそこまでめっちゃこう優秀だったわけじゃないんで、やっぱまあどうしても分からんことの方が多いですね。まあな。特にそのね、やってる領域も広くて全部それを営業担当一人でやるんやったら、何もかもおかしくなれへんし、やっぱり、SE 頼ったりとか、いろんな関連部署頼ったりとかするよね。そうですね。やっぱりまあ基本的には、まあちょっと、これがいい話かどうかはさておき、結構、うちの、ま、いた会社で、営業の仕事ってこう、お客さんのニーズに対して、最適な人材を見つけるみたいな、社内で、的なところやっぱあったんで、まあそういう、こう、部署間の連携とか、人との関係性みたいなところは結構まあ、大事でしたね。おお、それ、
わかりやすい話よね。そのお客さんのニーズに対して的な人材を見つける。はい。これもうちょっと具体的に教えてくれる？どういうこと？そうですね。例えばお客さんが、まあ、なんか経理のシステムをちょっとまあアップデートしたいですみたいな話があったときに、うん、多分なんか経理でもなんか細かいとこあるじゃないですか。なんか財務なのか会計なのかみたいな。はい。で、それを一旦そのうちの会社の中でパッケージでその会計システムを持ってる部署の人と、うん、はい、あとはサードパーティーの、システムを扱ってる部署とかもあったりするんで、はいはい、そういう部署と、あとはなんか自分たちの担当 SE というか、その企業についてる、はい、企業は担当する SE と、もう、まあ、それ全員でこうまずミーティングして、はいはい、でうちのシステムの方が、このニーズには合ってるよね、もしくはサードパーティーも合ってるよねみたいな話を一回社内でやって、はい、でまあそれでまあ今出てるニーズに対してどう答えられるかみたいなのをまとめてお客さんと一回持っていくっていうような。なるほどな、なるほどな。まあ結局その自社のシステムの部署だけに声かけて、あ、これは無理ですねって言われることも多々ありますし、うん、だったらもう全部その関係ある人をできるだけまあ、ちょっとでもいいんで集めて、うん、はい、一回話を通して、うん、まあ、最適なものを持っていこうというような感じの仕事がすごい多かったですね、打ち合わせとしては。なるほどな。そうか。そういうことやんな。今言ったように、はい、例えばその経理のシステムやりたいよ、ちょっとっていうニーズ持ってきたら、それに一番合うものが、はい、まあ、自社のパッケージの商品なのか、そのサードパーティーっていうの言ってるのは、あれやんね、いわゆるアライアンス組んでる外部のものって、ね、はい、こういうのも、まあ、いくつかもしかしたらあるかもしれなくて、うん、その関連やったら、